僕の小説の中にね、椅子っていうのとね、風っていうのがあります。それで、これはね、岩波書店の、から毎月出ている図書っていうね、PR 雑誌にね、ずっと連載した小説を一つにまとめて、ね、3年前に、やっぱり岩波書店からね、短編集で大胆な生活っていうね、その次の30編ぐらいのね、小説ですけど、大胆な生活の中に入っています。でこのね、椅子と空っていうののテーマとストーリーを説明すると、大体そのテーマということがよくわかると思うんですけどね、椅子っていうのはね、まあ、読めばすぐわかるんですけども、どういう構成になっているかって言いますとね、これはね、この大胆な生活という登場人物はみんなね、65歳以上のね、男女です。つまり世に言う年寄りと言われる人たちのがテーマになっています。この空もそうですね。で椅子はね、何かしらね、こうある日からね、自分の女房がなんかこう理屈の合わないような行動を取るようになるんですね。で例えば一日のうちに何時間かどっかに行って、どっかに行くんですよ。それでその旦那、まあ、主人が、お前どこに行ってんだって聞くと、いやいや、ハリキューをしに行ってる、市ヶ谷の方にね、ハリキューしに行ってるって言うんです。じゃあそうかって、ある日次に後をつけるんですね。それでその自分の女房は市ヶ谷の方じゃない方向にね、ある日電車に乗るんですよ。それでやっぱり違うって思ってずっと後ついていくとね、原宿の喫茶店に入るんですね。で原宿の喫茶店に待ってもね、その入ったままのその女房はね、出てこないんですよ。出てこないから、もうてっきり男、誰か男と会ってるって思っててね、しかし出てこないもんだから、もう待ちくたびれて次に喫茶店の中に入っていって、その男は、ここにさっき入った人はどうしたんでしょうか、全然待ってても入り口はまた出口はここにありますかって、いや出口は一つしかありませんって、誰ですかあなたが訪ねて、俺これ高校だって言うとね、さーって言うと、そこにアルバイトで働いてた男が、ね、ああ多分その人ならね、出て行きましたよ、さっきあなたが分からなかっただけですって言うと、いやって言うと、いやそれじゃあそこの洋服屋に行けば、つまりファッションの売っている店に行けばその人いますよって言うとね、だから行くとね、ウィンドウの中でウィンドウにね、こうやってアメリカなんか行けば、そういう今日本にはあんまりないですけどね、アメリカなんか行けばありますが、ウィンドウにね、普通の生きた人間がね、まあ、実際の人間がね、服着てね、黙って座ってるんですよ。つまり人形の代わりに黙って。それをこう見るとね、明らかに自分の女房がね、もう完全に若作りって、もうね、30代にしか見えんような服装してね、黙って座ってるわけですよ。ね。つまりそれだけなんですよ、この話は。それ椅子って言うんですよ。つまりそれで何にもだからどうだっていうことは書いてないんだけど、ただそれだけがこの椅子っていうね。だからそれはどういう取り方してもいいんですよ。その女房の生き様をテーマにしたって言ってもいいし、なしはその女房のそういう変化さえ捉えることのできなかった長年の風船かって言ってもいいし、それはどういう取り方としてもいいですよね。つい気づかなかった、つまりそういうことさえ気づかない、つまり女房は変化して経験しようとしてるのにね、男は気づかないって取り方してもいいし、逆の側から取ってもいいし、それからこの空っていうのはね、82歳かなんかになる人のラブレターなんです。だから全部手紙文です。で、このラブレターはね、戦争中、自分がたった一回ね、まあこのラブレターの中では過ちって書いてるけど、たった一回ね、その自分の亭主の部下と、ね、一緒に寝るんですね。部下が自分の亭主が死んだ、戦死した後。それでそのまま一回きりになって戦争が終わって、でその人は相手の一緒に寝た人はちゃんと嫁さんもらって子供を産んで、もう何十年か経つわけで、やっとね、この自分は77歳つまり82歳ですから、80歳ぐらいになってね、相手の女房が死んだっていうことがね、どっかから伝わってきて分かる。それで私はあなたの奥さんが死んだから何もこの手紙を出してるわけじゃなくて、私は今までずっとあなたのことを考えてきたっていうことをね、手紙出すんですよ。で一回ね、
ただ一度でいいから一回もうとにかくもしこの手紙を見てもう嫌だと思われたらもう来なくていいし、ただもしあのもう私は全然もう姿形も全部変わってるんだけど、どうしてもね声一回もしよかったら会いたいっていう手紙なんですね。これはあなたたちがお呼びになるのが分かる名文ですよ、このランペタ。いや俺が書いたんですけどね。まあだからこれは一番80数歳のね、あのそれからねもう一つはね、テーマっていうのはね、これ表面、まあこれが世界の現実の表面としますね、現実の。実際の時間とか現実の真相とか現実の現れ方っていうのはね、こういう表面って、つまりこういうふうにこう、まあこういうふうになるわけね。我々はこれ見えないものですから、ここを見えますね。ここを見えます。ここを見えます。で生きていくのはまあこういうふうに一つ人間は見えるところでこう生きていくわけね。でこの間もこれは山形でずっと前に言ったと思いますけど、もう一回言いますけど、この前ほら金属バットで殺しましたよね、2、3年前に私の少年が。で金属バットで殺して、それは兄弟がいてですね、上は兄貴は名門の大学に行ってて、その殺した本人は少年は受けても大学落ちて7校、7つかやつ受けて落ちて結局浪人3年ですよね。それでそのもうこの靴下状態が思い余ってついに亡くなったんですよね。で僕はその時もね、おかしなことをしっかり浪人、世の中に浪人3年にねざらにいるのにさ、なんでその人たちが両親を殺さないかんのかと思ってて、それもね僕はねテレビでたまたま見てたらね、そのものすごいね、すっきりした顔してるんですよ、その少年が。テレビで。両親を殺してよ。それでね、おかしいなと思って俺は思っていて、それで、たまたまその、警察にずっと行ってる新聞記者、薩摩への記者の、そのまた上の上司を僕は知っていて、そいつにね、ちょっとあれけど、あの事件の調書かなんか、写しでもいいから見せてくれんかなって俺が言ったら、調書は見せられないけどね、その聞いてあげますよって言うからさ、本当に聞いてみてよ、その事件がどうやって起こったかっていうことを聞いてみてよって言ったらね、分かったのはね、あの少年は、ね、一番初めにね、自分の母親のね、局部を叩いてるのね、ここ母親の下腹部をね、金属バットでね、まずね、めちゃくちゃにしたんですよね。そして叱る後に母親の頭を打って、その次に父親のね、頭を打って殺したんですよ。事実なんですよ、それは。あとで調書はもう発表されましたからね、事実なんですよ。それでね、僕はね、なるほどって僕は、ね、納得いったよね。それでまたさらにずっと見て、こう聞いていたら、母親の実家は山口県にありましてね、それで山口県の時に例の、ほら、午後の時間があるじゃないよ、テレビに。なんとかほら、実相をいろいろ追求するのが、なんとかあるでしょ、よく。松田優作の詩とかいろいろあるでしょ。つまりああいう時間に見てたらね、山口県 の実家の近所の人がね、農家でしたけどね、あんな仲のいい、ね、親子がね、なんであんなことになったか分かりませんっていうのね。で毎日ボンクレに親子で帰ってきてね、特に2番目の坊ちゃんと一緒に帰ってきてね、本当に墓参りなんかもしてね、もうあんな仲のいい親子はね、ないと思ってましたっていうのよ。それで俺がね、なんと思ってさらに分かったんだけどね、つまり僕はその時にね、その、まあ、どういう長いその性的な関係があったかは別にしてね、その殺した少年とね、母親の間にはね、性的な関係があったと思いますね。それはそれも長かったか、ただ1回かそれは分かりませんね。あの旦那はもう家に帰ってきてなかったわけだからね。でその事件が起きた時にね、旦那はねそういう母親ともう夫婦ですからね、2回一緒に寝てるわけ、一緒布団に。それでね、僕はね、その少年を許せなかったと思うんです、その母親をね、あれだけね、自分の、つまり自分ちょっと父親ですけどね、あれだけその連れ合いの悪口を言ってね、めちゃくちゃなことやって、しかもね、一緒の布団に寝ていくっていうことがね、おさくも許せなかったんだと思いますね。まあ、あらゆるもちろん、もう、そして、
まず最初にね、だから母親のね、そこは家福を売ったんですよ。でそれは調書によってね、大体僕の推測した通りに出したって言ったんですよね。で僕はそれをドラっていうに書きました。ドラっていう小説にね、それはしかもちろんその少年を暗示させるようにはなくて全然違う事件に仕立てて書きましたけどね、 2年して後ろっていう雑誌に調書が全部載りましたけどね、大体僕の推測した通りでしたね。だからテーマっていうのはね、ここは上でしょ、隠されてるものはこう表段とね、ここにあるわけです。ここにね、ここにこれは見えてる部分、つまり受験勉強に疲れてやり、ドキドキやり、見えてる。テーマってのは浮いてるのにここにあるんですよね。だから隠された部分にテーマがあるんです。ここのテーマはもうそれこそ空がもうロジホンからブラジルから来た地政府まで、あらゆるもうテレビやもう新聞にもう報道していますのでね、ここを追ったってね、我々は本当のね、芸術的な感動を与えるテーマをね、捉えることはほとんどできないんですよ。例外もちろんあるんですけどね。だから、ここを追わない。隠されたの。でね、この表面と現実というのはね、またね、さらにね、これが面白いんですよね。技術の表裏っていう言い方はちょっとおかしいんですけどね。これをちょっと説明します。ちょっと手が上がってくるからね。ちょっと。いや、いいです。ちょっと。